佐賀先輩。なんで俺の名前知ってんの？体中から気持ちがボタボタとこぼれ出て好きなんです。そして10年後。はあ？少女漫画に配属？ちょ、待ってください。どうぞ。編集部にご案内します。男で少女漫画っていわゆる窓際コースじゃないですか。1年で出版部門1位の成績ですし。正直今すぐにでも辞めたいのだが。今日から配属される方をお連れしました。ああ、エメラルド。はじめまして。本日よりこちらに配属されることとなりました、小野寺律です。頑張ってください。ちょっと周期ってこれか。いえ、その今日からお世話になるものなんですが。一回言えば聞こえてんだよ。え、名前は？小野寺律と言います。小野寺出版で3年間少年誌、青年誌。わかった、来い新人。え、仕事覚えてもらう。すいません、発売は7日後。7日後？店頭出しが？大言語穴埋めとしか考えてないのならそいつはバカで、3日で仕上げろなんて言って悪かった。いえ大丈夫です、時間ならあるんで。書き直させるつもりか？印刷所待たせてるんだろ。わかった、手本見せるから急いで書いて。ん？とりあえず2週間多分持たない。少女漫画に対してすこぶる情熱を持っているらしい。情熱？文芸をやりたかったのに。入ってすぐに大物作家の担当になり、プレッシャーはあったが嬉しかった。作家との打ち合わせ、デザイナーとの相談、それだけだったのに。また今月の1位、小野寺の担当だって。こっちはいくら頑張っても下っ端しか担当させてもらえないのにさ、ずるいよね。決してコネで入ったつもりはなく、でも俺はこの時からすでにねじ曲がっていたので、我ながら性格が歪んでるとは思うが、まず最初に最悪の結末を考えるようになった。いかいか、もう顔すら忘れた人間のことなんか考えるな。問題はさっき上司に確認したんだが、あんた小野寺出版の御曹司なんだ。少女漫画っていわゆる恋愛重視じゃないですか。やる気ねえなら邪魔だからやめてくれ。使えねえやつは何しようと使えねえが。ぶち殺す、ゴミ集積所。必死で努力して使えないと判断されるのならそれは自分のせいだ。打ち合わせ。じゃ、おはようございます。おはよう小野寺くん。デッド入魂したからもう大丈夫だし、漫画は初めてなんだってね。俺視力はいいはずなんですが、あれは何ですか？え、いろいろと伝説を作ってはいるけど。伝説？何ですかそれ。はーい、やっほー。社食の曲がりは心の曲がりって言うんだぜ。貴様、お前この前曲がってたぞ。今まで意地の張り合い同士だった主人公と相手の男が、やっこのフィーリングわかるだろう？わかりません。それにいくら漫画とはいえ、主人公がこんなに簡単に幸せになっていいもんだろうか。やっぱりお前どこかで会った気がするんだが。それこそ同業者だから印刷所とか。ああ、漫画初めてなんで、とりあえず自社の作品を一から暗記しようかと。高野さん。ん？あ、夢。なんでだよ。昨日早朝アップって言ったのどこのどいつだ。どんだけこっちが印刷所と喧嘩して締め切り伸ばしてもらったと思ってんだ。社食そこで貼ってラスト12枚もぎ取る。カッター持っていけ。あ、お世話になっております、丸川書店の高野です。佐々木さんいらっしゃいますか？ああ、佐々木さん、申し訳ないんだけど今日無理だから。だから何とかしてくださいって言ってるんですよ。迷惑かけてるのは分かってるけど、基本中の基本ができねえ奴に主張する権利はない。とっととかけ。分かってる、いちいち言わなくていい。この漫画面白いかな？ん？
はあ？やっぱ直したい。いいから早く手動かせ。高野、私。いや、だから、先生の漫画、普通に面白いと思うんで。俺がネーム見ていいと言ったものに、今まで間違いがあったが、明日の朝まで伸ばしてもらったから。あ、どうせ間に合わないの分かってたしな。分かったらさっさと書け。はい。最初から完璧に書かせるつもりでいたんだ。できた！日光東照宮！やった！疲れた。眠い。あとはあの原稿のゲラができたらチェックして、それで考慮だっけ。にしても朝日がこんなに破壊力のあるものだったとは。お疲れ様でした。よかったですね。なんとか間に合って。お前が励ましたから少し持ち直したみてえだったし。いつも直球しか言えなくて。どうも。普通に面白かったってすげえ褒め言葉だと思うけど。作家の能力を最大限に引き出して、一緒にいいものを作って。バカか、俺、何ドキドキしてんだよ。俺のこと、覚えてない？あの、これなら、思い出すか？俺、男ですよ！冗談？お前、俺のこと好きって言ったろ。は？人を振っといて忘れるとは、いいご身分だな。振る？え？旧姓、佐賀。佐賀正宗。佐賀先輩は、俺のこと、好きですか？またんか、佐賀！いや、タケロ！勝手に言いたいことだけ言って逃げんじゃねえよ！何？他に誰がいる？俺は、そのせいで！自分がやったことは都合よく忘れてんのかよ。最低だな。だって、俺のこと好きって聞いたら、鼻で笑っただろ？ひょっとして俺に馬鹿にされたと思い込んで、人のこと蹴り倒して逃げたのか？どんな恋愛しても、俺はお前が忘れられなかった。落ち着け。落ち着くんだ。あれは、俺の性格がねじ曲がるくらいショックなことだったんだぞ。髪型とか変わってたし。10年も経てば普通忘れるだろ。高野さんの言ってることが本当だったとしたら、だったら、俺はまた好きになってもいいのか。たとえ照れ隠しだろうが、勘違いさせるような言動を取る奴が悪い。これは恋なんかじゃない。誰が二度とあんな奴好きになるもんか。就職と引っ越し、同時になんかするんじゃなかった。心機一転どころか、心も体もすでに疲れてるんだけど。あ、お隣さんか。あの、はじめまして。告白しに来たのか。気が早いな。なんで隣なんだよ。ありえないだろう。そもそもてめえが武欠の時にもっと部数を積んでこないのが元凶だろう。てめえが適当に妥協してるからこんな無様な結果になるんだ。おい、予想外に売れたんで重版かかるって聞きましたけど。結局その間売り逃すことになるからもったいないよね。高野さん、ものすごく抵抗したんだけど結局聞き入れてもらえなくてね。あの人は丸川書店の有名な暴れ熊、営業の。誰だお前、初めて見る顔だな。あ、はい。小野寺出版の一人息子。こんな大勢の前で恥かかせるようなこと言わなくてもいいじゃないか。そうですね、恵まれた環境は決して悪いことではない。みんな俺をフォローしてくれてるんだ。ありがとうございます。とりあえずこれを配送棚に持ってってと。高野編集長と二人きりになるのは一瞬でも避けたい。あれは高野さんにとってはただの遊びで、俺が一人勝手に盛り上がっていただけなんだ。それだけ当時の自分にはショックだったってことだろう。とにかく仕事以外の接触を避けることだ。羽鳥さん、武藤先生って作画スピード早い方ですか？そんなひどい締め切り破りとかはしないが、こまめに進行確認をしておいた方がいい。わかりました。丸川書店の小野寺です。ネームの状況を伺えたらと思いまして。高野さん曰く、ネームは漫画家のセンスが一番問われるところで。ネーム見るの初めて。あ、はい。
今週中に読んで、なぜそう直して決定校に至ったか、説明できるようにしてこい。できるかできないか、どっちなんだよ。バカにするなよ。俺だって3年編集業やってきてるんだ。では、土日でも、出来上がったら僕の家にファックスしてくださって構いませんので。問題は俺の方かも。ちゃんと的確にネーム直しできるだろうか。これは、俺の力量が試されていることでもある。横沢さんから内線入ってます。今日飲みに行くから付き合えだそうです。出てください。俺のせいになるの真っ平なんで。面倒だからいい。お、りっちゃん帰り。はい、あとはネーム待ちなんで。何話してるんだよ。そこ通らないと出られないじゃないか。高野さんが笑ってる。上司に帰りの挨拶もなしかよ。お先に失礼します。昼間あんなに大喧嘩してたのに、すごく親しくないか。そもそも俺と高野さんはただの上司と部下なだけだろうが。先ほどの人身事故の影響によりダイヤが乱れて混雑しております。そうだ、この人家隣だった。酒まくってたから忘れてた。担当作家とはうまくやってるか。え、武藤さんの話、あからさまに俺と二人きりにならんようにしてるだろ。気のせいじゃないですか。見てる、俺を見てる。武藤先生からネームだ。今日はもう来ないと思ってたのに。でも情けないことに、この判断が正しいのか自信がない。今日はもう会いたくないんだけど、できれば明日も。都内だろ、ネーム持ってこい。高野さん、はあ、もう本気で顔を合わせたくないのに。何してんだお前。入れ、すぐに見る。思ったより部屋の中きちんとしてるんだな。相手に対してドキドキしているシーンですが、この後ギャグで終わらせてます。無駄だと思うので全面的にカットして。全部カットする必要はない。それよりこっちの駒運びを直せ。テンポが悪い。はい、こっちの方がすごく読みやすくなったとは思いますけど。ま、当面は場数を踏むことだろう。先生に連絡するんで。もう1時過ぎてるぞ。別に避けてなんか。俺のこと好きなの？それはない。お前さ、仮にも社会人なんだから、もう少し嘘つくの上手くなったら嘘つけ。小野寺。仕事で。ネームチェックだよ。わざわざ遅いに来てやった。アホか。帰れ。中途半端なことしてると切られるぞ。小野寺。後で電話する。横沢さん、なんでこんな夜中にわざわざ来てるんだよ。いや、仕事しよう。高野さんに触られたところがダメだ。こんな状態でネームを読むなんて。集中しろ自分。ちゃんと仕事するんだ。高野さんを二度と好きになることはないんだ。武藤先生、お疲れ様です。字が二重に見えてきた。印刷所に交渉しまくった締め切りが今日の昼まででして。すみません、でも夕方には必ず。ちょっと待ってください。わかりました。先生は作業を進めてください。はい。半日だけください。今から北海道行ってきます。今その状態で上がるはずがない。貴様、代言のリスト持ってきてくれ。一生懸命やりましたみてえ。
聞く。おい、聞いてるのか小野寺。もしも聞いたとしたら、なんて答えるだろう。よく寝た。何時だ。なんですか。なんであんたと俺が一緒に寝てんだ。どうしよう、記憶が全くない。くそ、ま、したことにしとけば。俺のこと好きなら構わないだろう。落ち着け自分、やってるわけないだろう。そもそも好きになんてなるわけがない。